持ちのいい遊びをし、運ゲー要素が多いから記録狙いを諦めました RTA。はぁ、始まるよ。今回はこのバトルドッジボールの、新、東急王伝説、というモードの RTA です。ニューゲーム選択と同時にタイマースタート。プロローグは長いのでキャンセルだ。主人公はグレートを選択します。ストーリーは、世界が闇に包まれるから、三つの神器を探して救おう、というものです。制作には無謀な主人公を止めようと、俺を倒してからにしろ、と勝負を仕掛けてきます。開幕即攻撃。ボールを拾ってそのまま下がり、泣いてる隙にダッシュ投げ。位置的にボールが返ってくるので、しゃがまれても当たるようにジャンプ投げ。以上で終了です。対戦ありがとうございました。制作人によると、近くの大会の賞品が3つの神器の1つとのこと。嘘か誠かはともかく、賞金も出るから行ってみようということになりました。贅沢にも勝手についてくるそうです。そう。最初の星、ダコタ星です。ここで行われる大会の副賞は神器の一つ、炎のボール、のようです。大会には3人で参加した方が良いと言われました。そう。マップに出たら、ドームまで直行しま、このゲーム、マップを歩いてると普通に敵と喧嘩します。そして逃走確率はかなり低い上に、普通に戦うと1回数分かかります。そこから導き出される答えは、おっと手が滑ったー。あーやばいなー、これはキャッチできないわー。というわけで、クソザコ贅沢を生贄にして、さっさと引き上げます。最初のジャンプボールは、相手に渡すと変な行動をすることがあるので、自分でキャッチし、移動範囲が狭く、行動が安定してるガイアに渡しました。というわけでもうすぐ終了です。ゆっくり成仏していってね。ドームまでに贅沢を処分したかったので、1円かならやぶ。円価は1回で十分なんです。お願い逃がして。この円価は完全にロスなのですが、運よく行きたいだけだったので対処します。ここで少し運ゲーの、後ろダッシュセレクトをしてみます。後ろにダッシュし、そのままセレクトを押すと、ダメみたいですね。運が良ければ一撃でしたが、諦めて普通に倒しましょ。後ろダッシュセレクトはまた使うので、その時に見とけよ見とけよ。ナイスパース。勝利確定、お疲れちゃーん。試合時間は30秒以内。ロスは軽微だな。ちなみに今回、記録狙いではない普通の RTA なので、よっぽど大きいロスが発生しない限り、何があっても倒すことにしてます。なので RTA というより、チャート発表会みたいな感じですね。いつも通りだな。大会初戦の相手は、アイアンウォーリーズです。いつも通りジャンプボールを取ったら即投げし、ここで後ろダッシュセレクト。ナイスパース。そして流れるようにキャッチミス。まあ、ここでのキャッチミスはそこまでロスじゃないので OK。後ろの方でボールを取った場合は、普通にダッシュ投げでダメージを稼ぎましょう。初期捨てでもグレートなら、なかなかの火力が出ていい感じです。その分防御は神ですが、RTA ではそこも長所ですね。ちなみにこのゲームの基本戦術は、コート中央ら辺でキャッチしてダッシュ投げです。コートの前面でキャッチしても良いのですが、ミスすると相手にボールが渡るので基本しません。また後方でキャッチしても、衝撃で外野に押し出される時があるので注意です。ボールが前の方に落ちたので、後ろダッシュセレクトの出番です。ナイスパース。いやーさすがにこれはナイスわー。決まれば本当に強いんですよ。運がいい時は何回も連続で決まるんですけど、今日は運が悪いみたいですね。そろそろ成功してくれよな、頼むよ。押した、成功、ロボジで当たってくれないの。成功したじゃん。2回やって、2連続で成功したじゃん。キャッチしたらゲージが溜まってしまったので、もう必殺技使って普通に倒します。ボールをキャッチすると下のゲージが溜まっていき、一定以上溜まると必殺技が打てます。全体に確定ダメージと優秀ですが、RTA では演出が長いのが難点ですね。
ちなみに必要なゲージ数と威力はキャラごとに違い、あ、後ろダッシュセレクト39だね。よし。ちなみに2回目はすんなりキャッチされましたとさ。ではそろそろ後ろダッシュセレクトの解説を。後ろダッシュセレクトは操作を CPU に任せて助走距離を伸ばす小技です。通常のダッシュ投げでは助走距離は青矢印のようになりますが、後ろダッシュセレクトを使うと後ろにダッシュした分も助走に含まれます。すなわち助走距離は実質2倍、威力と跳ね返りもその分強化されます。ちなみに普通に操作してもできません。 CPU 専用の動きみたいですね。序盤でもボールが自陣に返ってくるくらいにショットが強化されるので、できるだけ狙っていきたいのですが、こればっかりは CPU のご機嫌次第なので祈りましょう。というわけで難なく1回戦突破ですが、このゲームショップで回復アイテムを買わないと HP が回復しません。すなわち序盤から HP 回復なしで格上との連戦を強いられます。もちろん2回戦目の敵は1回戦目の敵より強いです。果たして HP7 のグレートはこの先生き残れるか。残念、グレートの冒険はこれで終わってしまった。まあコンティニューするんですが、コンティニューした場合金はそのままに HP 全回復でその場からスタートします。大会1戦目の均衡率が終盤の敵の 1.5 倍くらい高いので、今後の戦闘を円滑に行うためにも1回だけ稼ぎここでキャラを強化します。ちなみに今は無駄なレアエンカに絡まれたので自害するところです。なんとなく開幕ボールを取りに行きませんでしたが、結局どっちが早いんでしょうね。とりあえず解説することもないので倍速。神は言っている、ここで死ぬ定めだ。あー、着いた。ショップではキャラの強化と回復セーブが行えます。威力と跳ね返りに直結するショットとフットワークを強化しましょう。ショット強化は1つ 200GP、 フットワーク強化は1つ 150GP です。ちなみにこの辺の雑魚演歌が大体 500GP、 大会1戦目は 1500GP もらえます。そして HP 回復アイテムは20回復が1つで 350GP です。高すぎー。通常プレイでもこんなの買ってらんないよ。あ、ちなみに大会はまた1回戦目からです。割とロスは大きいのですが、この先でクッソ事故ったので安定を取りました。なおそれでもこの前に2回敗北してリセした模様、自分クソ雑魚だな。さて、暇なので敵チームの解説でも。今回の敵チームで気をつけるのは RX です。少し前に必殺技に必要なゲージと威力はキャラによって違うと言いましたが、グレートがゲージ5で打てるのに対し RX はゲージ3で必殺技が打てます。必殺技を使われるのは RTA ではロスでしかないので、 RX にはキャッチされないことをひたすら祈りましょう。ちなみにアレックスはゲージ3、F91 はゲージ4で必殺技を打ってきます。アレックスにもたまに打たれるので、なんで等速に戻す必要があるんですか。あ、違う、クリボーが勝手に。すいません、許してください、なんでもしますかって。アマちゃんか、これで残るはアレックスのみ、覚悟。外す。不祥事も気にしないで。外す。こんなんじゃ RTA になんないよ。さっさと当たって、どうぞ。勝ったよ。というわけで連戦です。 HP60 もあれば問題なく勝てるでしょう。なんと対戦相手のゼットンは世界を滅ぼそうとしてる闇帝王の手先らしいです。悪者なのにちゃんと大会に勝って神器を回収しようとするとか、そんなんじゃ甘いよ。敵チームですが、捨てだけなら1回戦目の敵より純粋に強いです。ただこちらは必殺技に必要なゲージが上から5、5、4なので、必殺技を打たれる可能性が低いです。まあ RTA 的には若干硬くなったただの雑魚ですな。とにかく硬いので、できるだけ後ろダッシュセレクトでささっと終わらせたいのですが、なんで決まった時に限ってこんなキャッチされるんですかね。もう普通に投げた方が早そうだけど、後ろダッシュセレクトは決まるとクッソ早いんだよな。捨て強化前は後ろダッシュセレクト主軸、強化後は普通にダッシュ投げとチャートに書いておきましょう。ちなみに今使ってる必殺技ですが、捨てによる強化が一切ないのに相手の防御によってダメージが減ります。後半は敵の防御も高くなってくるので、使っても重ちょいダメージとか当たり前だよ。
必殺技を使うと敵の動きもなぜか止まるので、後半はできるだけ使わないようにします。うまいぞキャッチ。アンドダイ。そしてナイスパース。この流れなら、いけ。ダメだ！ノンストップで切り返しが成功しないと、意味がないよ。へいオーライ、オーライ。ナイスパース。アンドダ。このゲームは移動が早いです。まあとりあえず、勝てばよかろう。敵の HP 的にはダッシュ投げは不要ですが、ボールが返ってくることを考えてダッシュ投げで倒しましょう。キャッチされたけど、ボールが返ってくるなら、やぶさかでない。まあ本心を言うなら、おとなしく当たって死ねって感じですが。そして動いてもない敵に外すのはやめろ、やめろ。まあ敵に全部当たってたらゲームとして成立しないので、仕方ないね。ライン上に落ちたボールは、放置してると敵が寄ってきます。近づいてきたところでボールを拾い、敵にぶち込んでやりましょう。きっちり0で勝利、火種0とか楽勝だな。なんかデットン君が爆発して逃げますが、神技のボールは無事にもらえました。次は1つ星を吹っ飛ばして、3つ目の星へ行きます。平成大君、影屋敷。ダイナモカンカビ、ダイナモカンカビ、よっ、ここには神技の一つ、光のペンダント、があるようです。親方様に会えればもらえるらしいので、早速会いに行きましょう。と言いたいですが、通り道に人がいるので一戦。門を通れなくて困ってるところに話しかけたら、ドッジボールすることになってました。この辺からステージに特徴が出てきて、場合によっては専用の対処が必要となってきます。このステージの場合、ジャンプ力が通常より低下するので、ジャンプボール後に即当て回収ができません。狙えばできなくはないですが、安定しないので僕はしません。そして懲りずに後ろダッシュセレクトをしてますが。48ダメージで、ボール回収もできるとか、ほんと決まるとくっそ強いですね。これがあるから序盤は頼りたくなっちゃうんだよな。ちなみにこの前の投手2回は、ここでボールをキャッチされまくって必殺技でやられました。4球連続でキャッチされるとか、こいつすげえくずんだぜ。まあここまで3連戦ということもあり、ここが RTA での山場だったりします。そしてエース君、何気に2連続キャッチしやがったな。次ハータ多い？なんで等速に戻す必要があるんですか？マジかよ！おい、全くの予想外だ。逃げろ！逃げろ！お前は戦いから逃げようとしている。逃亡者は銃殺される。誰もこんなこと言ってなく。やべえよやべえよ。あと一発食らったら死んじゃうよ。キャッチは被弾の可能性が大きいので、冷静に確実に回避していきましょう。敵のジャンプショットは、ジャンプで確実に入手していきましょう。敵の長距離パスも、ジャンプでカットできそうなら挑戦しましょう。このステージはジャンプが低いので、ミスが怖いのですが、RTA では狙わざるを得ない。ただ無抵抗で敵に2回もボールを渡すのは NG。こいつ、キャッチしすぎじゃないですかね。おい、7回中6回もキャッチするとか、お前何もんだよ。タイムが遅れてんだよな、お前のせいでおらー。なあ、どうしてくれんだよな。毒でんばっ、やめないぞ。あー、もうやだー。結局エースキラーだけで1分半近くかかりましたとさ。エース君の働きが非常に優秀だったので、ここでスカウトしておきます。ちなみに能力値は全て0です。ま、せいぜい頑張りなさい。そしてここでの演歌は非常にロスイです。お願い逃がして、臆病者めが。ではこのまま、ショップに逃げ込めー。ではここで、2度目の強化を行います。ショット6、フットワーク6になるまで捨てを振り、しっかりとセーブをしてから、先に進むことにしましょう。ちなみにキー操作がだいぶ遅いですが、捨てを振る際はやたらボタンのレスポンスが悪く、たまに反応しないので慎重にやってます。準備完了、いざ鎌倉。敵出るなよ。敵出るなよ。一回だけなら許す、野郎ども出会え出会え。
スレイトの HP が減ってたから、ちょうどいいですべ駒だな。ちなみにエース君は今後利用価値があるので、まだ使い捨てできません。コンティニューするには全滅が必須なので、時間がかかりますが二人で心中しましょう。やっと修復が完了したみたい。エース君は邪魔になるのでここでは使いません。強化されて黄金の型となったグレイト、さてその人誰だお前は。親方様の屋敷に入ろうとしたらいきなり勝負を仕掛けられました。敵の強さはだいたい HP に直結しているのでこいつらは割と強敵です。でも AI 自体は全員変わらないと思います。よくわかんないけどね。このステージは見ての通り、床が氷となっています。このステージとかけまして、微笑みギャグと解きます。その心は、どちらも非常に寒く、よく滑ることでしょう。敵に関して少し言うと、グレイト、マジンガーはゲージ5で必殺技なので、そこまで脅威ではないでしょう。そしてゲッターロボなのですが、ガイアキャラを除いた場合、一番必殺技が弱いです。比較的弱いイカデビルがゲージ5で威力30、ジオングがゲージ4で威力24、V さんがゲージ3で威力20なのですが、ゲッターだけなぜかゲージ4で威力20とぶっちぎりで最弱です。4回取られることも少なければダメージも大したことないとか恥ずかしくないの？とまあそんな感じで今回のゲッターは何も気にしなくていいです。そうそう、このステージはボールをキャッチすると後ろに大きく滑るので注意しましょう。逆にそのおかげで相手にキャッチされた時はダイヤにはみ出てボールがもらえる場合が多いです。しかしなんかさっきから敵に当たらずバウンドしてますね。これはおそらくコート端からジャンプ投げをしてる弊害だと思います。なんかジャンプ投げの場合、射角が結構制限されてるっぽいんですよね。それでもあえて端からのジャンプ投げをしているのには、二つの理由があります。突破しゃがみで避けられないこと、もう一つはボールの確保です。中央から普通に投げた場合、敵は大抵後ろに固まっています。この場合、敵までの位置が必然的に遠くなってしまい、強力なボールを当てても、自陣まで帰ってくることは少ないです。一方、上下端からジャンプ投げをした場合、敵は自分から遠くに位置取ろうとするので、大抵このような配置になります。そしてジャンプ投げの場合相手陣地に侵入できるので、投げる瞬間はこのような形になります。敵に当てたボールは、投げた地点に帰っていくので、大抵の場合、ダイヤのボールが流れ、敵に渡さずに攻撃できるというわけです。以上、コートが長方形なことを利用した、計画的な攻撃方法の解説でした。ちなみに本編の方ですが、残りタイムを見ればわかる通り、かなりのグダグダ戦闘でした。あと一発でもキャッチされたら必殺技を打たれるので、割と必死です。しっかりと敵の動きが止まるのを見てから。当たれ！やったぜ。どうやら親方様に会うべき人材かどうか、試されていた模様。ここではマジンガーを味方に加えます。グレイトだとキャラが被って、この先若干わかりにくくなります。そしてここで初めて、3人で出撃します。果たしてここで戦う敵とは。なんとそこで現れたのは、自分たちの影でした。ちなみにこいつら、自分たちと同じくらいの力を持っているらしいですよ。HP だけはだいぶ負けてますが、他の能力はおそらくほぼ同じです。一人で挑むと、代わりにくっそ強い敵が配置されるので、無能だったり必要だったんですね。ちなみにこのステージの特徴は、ボールが鉄球っぽいので、ダメージが跳ね上がる、というものです。無能二人はもちろん、主力のグレイトも実は防御が0なので、72ダメージ。悪くないわ。相手は神防御、こっちは強化力なので、
このようにダメージがおかしいことになります。とりあえずいい加減グレート君にボールを渡して、どうぞ行って。やべえよやべえよ、残り HP6 しかないよ。ここはミツサベが仕事してくれることを祈りつつ逃げに徹しましょう。さりげなく敵のグレートがあと2回キャッチで必殺技を打ってくるな。まあでもあと一発当てれば倒せるし大丈夫でしょう。キャッチされすぎ、されすぎじゃない。普段はもっとサクッと勝負つくんですけどね。そっち楽器飛ぶのか。まあでもこれで怖いものなどあんまりない。とにかく逃げ回れば誰かに当たったボールを取ることができるでしょう。キャッチされると渡すのが面倒なんだよな。バカ野郎やめろ。しろ、危ねえ。今マジンガーが壁にならなかったら RTA 終了だったじゃないか。こんなところで今までやったことないミス引くとか、こいつすげえダメダメだぜ。仲間を連れていくと火力役にボールを渡すのが本当に面倒なんですよね。そしてその試合でくっそキャッチされまくってロスがさらに伸びてるんだよな。おい、まあこの程度ラスボスに比べたら誤差だよ誤差。というわけで飛ばねえ。勝ったよ。なんか最初に会った人物から光のペンダントがもらえました。多分あいつが親方様だと思うんですけど。3つ目、惑星ダイアナの鬼退治。元は綺麗な緑の星だったらしいのですが、鬼に支配されたことで変わってしまった模様。行けって言うなら一人で行くよ。というわけで真偽のことはよくわかりませんが、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。早速雑魚演歌に絡まれましたが、私は元気です。ここでの演歌は想定済みなので、使い終わった味方の処理に利用しましょう。こいつらが残ってるとコンティニューによるデスベホマと演歌処理に時間がかかりますからね。じゃ倍速でささっと終わらせましょう。ちなみにここは本来2つ目の星なので敵の強さもそれ相応です。ですがどんなに弱かろうと倒すには時間がかかるので、演歌したら死ぬのが一番早いです。1円化で1分近くロスるので、やっぱり RTA 向いてないと思うんですけど。で、ここでの戦闘ですが、 HP が少ないのでいつものデスベホマです。そんなことしなくていいから。というわけで全開で再戦です。一応あの状態でも勝つことは可能ですが、キャッチ1ミスで即死、必殺撃たれたら試合終了、逃げ回ったらロスが大きいと、どう考えても逃げ回った挙句キャッチミスで大ロスになる未来しか見えないので僕はしません。ちなみに試合ですが何も言うことはありません。敵自体は最初のボスの Z チームより弱いので、捨てを強化した今ではただの雑魚です。注意することといえば、このステージが定期的に揺れて画面が見づらくなるくらいですかね。ボールのダメージも高めに設定されてるのか、非常に簡単に敵を倒せます。というわけでささっと撃破。ちょっと RTA っぽい。どうやらこの先のビギナギナを倒せる強い人を探していたみたいです。仲間にしてくれと言われましたが、足手まといなど。鬼の正体はビギナギナ。なぜか自爆したゼットンも一緒です。ゼットンは闇帝王の手先で神器を集めている。非常に疑わしいな。この星に神器の力のプロテクターあるらしいっすよ。じゃけんこいつら倒した後に回収しましょうね。ちなみにこの戦いも別に注意点はないです。ただ BGM が結構お気に入りなので倍速せずに流してるだけですね。前パートで解説した橋ジャンプ投げが綺麗にはまってるので、その辺も見てると楽しいかもしれ。後ろ！敵に当たったボールを別の敵がそのままキャッチした場合、自陣に戻る途中に当てられる可能性があります。これも敵のご機嫌次第なので、とりあえず祈っておきましょう。
ば、ボールをぶつける対象ですが、ミニ枠のような、黄色いマークがついてる敵を自動で狙ってくれます。対象は LR で変更可能なので、当てる相手を選ぶことができる、のですが、後ろに向いて走った途端、対象が一瞬外野となり、投げた時には狙った対象が変わってます。要するに、助走をつけて投げると、対象がほぼランダムにしかならない、ということです。なので RTA では、倒したい敵を狙って倒すことは、ほぼ不可能です。そしてこの仕様が、ラスボス戦のクソゲーをさらに加速させます。これは普通プレイなのか、RTA なのか。明日には不正の夜、加熱した運ゲーは、ついに危険な領域へと突入する。二連戦無傷でいけると思いましたが、キャッチミスしちゃいましたね。まあこの後、敵と戦うまでに雑魚演歌がよくあるので、よしとしましょう。それじゃあさっさと一発当てて、どうぞ。沈みなさい！ま、当然の結果よね。というわけでビギナギナを退け、無事力のプロテクターも手に入れましたとさ。ここで最後の星へ行く前に、最後の強化を行います。最後の星のショップは、固定敵と何戦かしないといけないからね、仕方ないね。ここでは本来、ショットとフットを7まで上げるのですが、序盤に1回、雑魚演歌を買っていて金があるので、アドリブでショット8強化に変更だ。これが吉と出るか凶と出るか。ちょっとだけ金が余ったので、不安な防御を1だけ上げときます。デスベホマが若干遅くなりますが、これも全部ラスボスのせいです。んじゃ演歌し、キャンセル。ショップ出てすぐだったので、こうなるのも仕方ないね。一回逃げを試してからでも良い気がしましたが、まあまあええやろ。今度は敵出るなよ。敵出るなよ。よかった！それではラスダンへ。行くぞやめないぞ！元闇帝王の部下に、闇帝王を倒してくれと、頼まれましたとさ。最終マップは、固定敵が非常に多いです。固定4回プラスラスボス戦で、合計5戦が必須となります。闇帝王はどこにいる？闇帝王様に逆らいし者どもよ。貴様たちの命もここまでだ。覚悟するがよい。というわけで試合開始です。ステージは初となる、砂漠ステージですが、これといった特徴は、ないんだ。背景に目玉が転がってるくらいしか、見どころはないです。あと自由の女神が、斜め45度でこちらを観戦してますが、特に意味はないです。今回気をつける敵は、ズバリゲッターです。前に最弱の楽園を押されたゲッターくんですが、ここでは違います。ゲッターくんは前も言った通り、必殺は、先ほどの話の続きですが、なぜか今回、ゲッターくんの MP ゲージが、最初から2つ溜まってるので、2回キャッチされたら、問答無用で必殺技を打ってきます。別に強くはないですが、演出がロスいので、RTA ではできるだけ避けたいですね。じゃ解説も終わったので倍速。なんで等速に戻す必要があるんですか？待て！あと一発、あと一発当てれば倒せる。最後の一発くれてやるようだ。ほらあるよね。運がクズだっていいじゃないか。人間だもの。水穂。お、ナイスキャッチー。残った赤いのも処理しちゃいましょうね。というわけで無事勝利。すごいや、君たち。どうやら目的も同じようだね。仲間に入れてもらえないだろうか。
戦闘前と態度が違いすぎませんかね。ここでの無駄演歌は全てでスベホまで対処なので4倍速。じゃ2000名行くぞ。デスベホマしたので HP も満タン。おいちぃ、ちぃ、アマゾン、こいつ太郎、こいつエースキラー。お前たちここで死ぬ。俺たちに殺される。貴様らにやられる俺たちじゃないぜ。反対にやっつけてやる。ちぃ、ごちゃごちゃうるさい。早くしねえ。というわけで試合開始ですが、解説することはないです。アマゾン、太郎、エースともに特別怖いものが何もないんですよね。いつも通り上下端からジャンプ投げしとけば、そのうち終わるでしょう。そういえば、ボールを持った敵が、一旦後ろに下がった場合、ほぼ確実にダッシュ投げをしてきます。その時、確実にラインギリギリで投げてくれるので、通常よりキャッチの見切りが容易です。また、なぜか敵は投げた後に固まることが多いので、キャッチ後速ショットでダメージを稼ぐことができます。当たった時のリスクが大きいですが、狙ってみる価値はあるでしょう。ナイスパース。アンドダイ。勝ったよ。すごいや。君たち、どうやら目的も同じようだね。仲間に入れてもらえないだろうか。あ、お前さ、木村さ、さっき言われた時にさ、なかなかそれ来なかったな。この辺りの設定、ほんとどうなってるんですかね。間もなく闇帝王様の晴らしい闇の世界が生まれる。貴様らがいくら頑張ったところでも遅いのだ。ふざけんな。俺たちは最後まで諦めたりしない。といった感じで試合開始です。ステージは以前解説した氷ステージ。キャッチするときは気をつけて。ジャンプボールをミスり、2回連続でキャッチされましたが、私は元気です。だからといって3回目もキャッチするのは NG。今回気をつける相手は、ウェイフリーですね。初期ゲージ2で、ゲージ3で技を打ってくるので、できればキャッチさせずに倒したいのですが。まあ対策しようがないので、いつも通り祈りましょう。ここでガラガラ君退場。大体3回当てれば倒せますね。続いてゴモラ君も退場。残るはVプリーのみ。当たれ！よし！近づいてきたところでボール拾って、だが、Vプリーさん、まずいですよ。これ一応、RTA なのに。最後まで走ろう。完走すればまた、走れるから。とりあえず、一回撃たれたらもう怖いものはありません。勝利確定。お疲れ。ファイダーストリーク！すごいや、君たち、どうやら目的も同じようだね。敵出るなよ、敵出る。そんな時必ずやってくる。すみません、逃がしてください。何でもしますか。へ、アマちゃんが。じゃこのまま最後の固定敵へ、行くぞ。ふっふっふ、あれからずっと貴様らに復讐することだけを考えていた。今度は貴様らが、昨日身に沈む番だ。いうことはそれだけか。俺たちは負けない。やられるのはまたお前たちの方だ。じゃ倍速倍速。一度戦った敵で、ステージも同じとか、解説することがないんだよな。一つ話題を挙げるとするならば、ゼットン君がいなくなってるくらいですかね。実はゼットン君、あれ以降どこにも出てきません。このステージの、別ルートの固定敵にも出てきません。いやー、ワルの世界って怖いですねー。じゃあとは、試合でもゆっくり鑑賞しましょうか。捨てろー！
はい、ナイス。あーん、あーん、あーん、あかん、おー、出血、まだ、わ、あわわわわ。とりあえずあと一発ずつ当てれば倒せるから、冷静に回避しよう、そうしよう。おいー。あと一発キャッチされたら必殺技飛んでくるじゃんよー。お願い出れて。ふ、そこか。ボール回収して、グレートに渡しんの。行くぞー、了解、了解。さて、いよいよラスボス戦なのですが、とある事情で低 HP では危険なので、デスベホマを挟みとうございます。遅いんだよ。4倍速でパパッと流して、おしまい。というわけでいざラスボス、行くぞー。しもべになるか、死ぬかを選べと言われましたが、面倒なのでぶっ倒します。というわけでラスボス、ネオダークブレインです。基本捨てが高いのはもちろん、全員初期からゲージを2つ持っており、ネオダークに至ってはゲージ3で、特殊な必殺技を打ってきます。その必殺技が、RTA では最強最悪の要素しかないので、なんとしても必殺技を使われる前に、ネオダークを排除するのじゃ。ちなみに他二人は、特に注意することはありません。ネオダークのみ、今まで出てきたキャラとは格が違うのです。あばっばばばば。やべえよやべえよ。必殺技打たれちゃうよ。とりあえずネオダークに、ボールを持たせなければ大丈夫なはず。このまま最後まで、ずっと俺のターンを続けていれば、まだ勝機はある。何が起きたかよくわからないと思うので、説明いたしますと。ネオダークの必殺技は、まさかの能力吸収技です。こちらの能力値を100倍、それを MP ゲージ3に変換し、チーム全員に分け与えます。奪われる能力値は、高いものを選んでるようで、ほぼ毎回ショットが奪われます。ショットが下がるとよだめはもちろん、ボールの跳ね返りも小さくなります。そして極めつけはゲージ変換。これは、ゲージ3つ分を味方3人に割り振るのではなく、味方全員に、ゲージ3つ分与えられます。味方全員に。これはもちろん、必殺技を打ったネオダークにも適用されるので、ネオダークはゲージ3消費して、ゲージ3回復することになります。CPU は必殺技が打てる場合、確実に必殺技を使ってくるので、こんな風に、何回も連発されてタイムが壊れるんだよー。あー、もうやだー。ふざけるなー。お前のせいでなー。このゲームの RTA をなー。記録狙いでやりたくなかったんだよー。こっちの勝ち確定なんだから、もうさっさとやられてくれよー。は、は、は。ということです。テストランでは必殺技を使われまくり、よだめが30超えなくなったこともあります。また、他二人に必殺技を使われまくり、負けそうになったこともあります。そのために少し防御を上げたり、直前のデスベホマをしたりしたわけですね。できれば真っ先にネオダークを倒したいのですが、前述の通り敵を狙うことができないので無理です。1対1になった今、勝利は確定してるのですが、無情にもロスは増えるばかり。せめて50分は切らせて、すでにショットが3回吸われましたが、だいぶ上げたのでまだ問題ないはず。帰ってきた。これで終わりだ、こんちくしょう。勝ったよ。ここでタイマーストップ。記録は、48分7秒。遅いな。では、完走した感想ですが、まずはゲームの感想ですが、やっていて非常に面白かったですね。昔にプレイしたことがある作品で、
このモードでよく遊んでいたので、懐かしさを感じつつ RTA してました。回復アイテムが高い、効率を考えると主人公一人旅に、ラスボスがクソということ以外は、非常に満足です。RPG っぽく進められるモードは今作のみなので、興味が湧いた人はぜひ買って、どうぞ。RTA に関しては、そびえ立つクソですね。前編通してミスが多く、チャートも改善点あり、戦法も少し考え直した方がいいかもしれません。ただこのゲーム、キャッチの判定が割とシビアなので、ミスを減らすにはひたすら試行回数を重ねるのみです。チャートはもう少し、評価を減らしても良いかなとは思いますが、人力で進むことを考えると、カットできるのは最初の大会稼ぎくらいでしょう。記録狙いに関してですが、1円下で約1分のロス、ラスボスのクソっぷり、そもそも普通の戦闘もキャッチでタイムがブレるので、相当のリセ回数が必要と判断、これ以上は人生のロスが大きいので、やめておきました。それでも狙えば40分切りは可能、35分切りもやり続ければ狙えるでしょう。もし狙う場合は、各所で足切りタイムを設定し、超えたらリセという手法が効率的だと思います。私は申しません。今回でだいぶ凝りました。次回作は決定してますが、納得するタイムが出てないので、投稿は未定です。では、あとはゆっくりと ED でも鑑賞しましょう。以上で、本動画を締めさせていただきます。10時間のご視聴、ありがとうございました。